思えばお主とも長い付き合いよな。お主の献身、わらわはちゃんと気づいておるぞ。今後とも存分に尽くすがよい。傷は浅いが、魔力はすっかり尽きてしまった。わらわとしたことが、なんという失態じゃ。これが伝説の吸血鬼と謳われたイリア・オンスタインの最後か。こんな場所に誰か来るとは思えぬな。このような無様な姿を誰にも見られずに済むのがせめてもの救いか。思い返せば悪くない吸血鬼生じゃったか。いや待て、そもそもわらわがこんなところに来て、あげくこうして倒れ伏しておるのは。昨日は城まで来ておらぬと思ったら、よりとあかりと町で買い物をしておったというのか。その前は忍と二人で辻占いに、さらにその前は都とプリン屋巡りじゃった。なぜもっと早く教えなのじゃ。そんなわけなかろう。初耳じゃぞ、初耳。それでどれくらいの頻度で言っておったのじゃ。はあ、月に何回も何回も言っておったのか。うーちゅらいじゃなく、なぜわらわを誘わぬのじゃ。忙しくなさない。いや、毎日暇しておるわけではないんじゃが、大体はそう忙しくもないわい。ん、黙って。今こうしておるということは、お主、さては暇なのじゃな。よかろう。ならばこれより町へ行くぞ。他の者とは何回も言っておるのじゃ。無論、断るまいの。こやつと二人で町へ来るのも久しぶりじゃな。しかも今回は特にやらねばならぬ用事もない。ただ二人きりでのお出かけというやつじゃ。これはつまりデートというやつじゃな。間違いない。ここは人が多いの。広がって歩くと迷惑じゃ。もうちょっと近くに来るがよい。ほーれ、はよせ。おやおや、ほら見て、私たちもいつか。うん、そうだね。ふふふ、道行く民草もわらわたちを祝福するかのように熱い視線を送っておるわ。そこの黒髪のお二人さん、どうだい、見ていかないかい。面白いものが入荷してるよ。ふむ、ちょうどよい。ここの露店で何か見てみるかな。いらっしゃい。おや、お嬢ちゃん、ずいぶんとご機嫌だね。別に、わらわは普段通りじゃ。ま、こやつはわらわと出歩けて喜んでおるがな。
こんな可愛い娘さんと一緒ならパパさんも嬉しいだろうね。そうじゃらそうじゃら。いや待て、今何と言った？こんな可愛い娘さんかい？その後じゃ。ああ、パパさんも嬉しいだろうね。パパさんとは父上とかお父様とかの意味のパパさんか？そうだよ。どこからどう見ても仲良し親子じゃないか。なあ。親子。しかもこやつが親でわらわが子。そうそう。ってなんだか変な反応だね。もしかして反抗期かい？ダメだよ。パパさんのことをこやつなんて言ったら。バカ者！わらわは娘ではないわ。お主もちゃんと説明せ。よくわかっておるではないか。それでやいのじゃ。主？そういうごっこ遊びかい？わらわとこやつは断じて親子などではないわ。ついあやつの前から走り去ってしもうたが、あの後は大変じゃった。最近ちょっとサボっておったが、久しぶりに古の書物にあたり、魔力を高めるマジックアイテムの眠る洞窟を探し当て、わらは一人で乗り込み、魔物どもと死闘を繰り広げたものの、マジックアイテムとやらは魔力のかけらもないガラクタときた。そりゃそうじゃな。こんなパッとせん洞窟にそんな大層なマジックアイテムなどあるはずもないわ。普段であればちょっと考えれば気づいたであろうに、わらわとしたことがまさに乗車必須じゃな。まあよい、これも定めか。って良いわけないわ。世界征服もしとらんし、元の力を取り戻してすらおらんのじゃぞ。挙句の果てにあやつとも親子と間違われたままで、まだ倒れるわけにはいかん。せっかく目覚めたばかりなのに、わらわの野望はこれからなのじゃ。どうやら本当にここで終わりのようじゃ。皆の者、すまぬ。なんじゃこの美味しそうな香りは。お主、なぜこんなところに。いや、こんなところにこやつがおるわけがない。これはマツコの幻覚か。最後に見るのがこやつの姿とはな。我ながら大した未練やな。じゃが、このかぐわしい匂いは、こやつの手に滲んだ血の匂いか？この血をわらわに捧げるというのか？この幻覚、本当にあやつのようなこと言いよる。ならば、遠慮なくいただくとしよう。なんと甘美な香り。久方ぶりの食事じゃ。うまい。たった数滴。されどこの香りとコク。
さながら天井の美酒のごとき味わいじゃ。力がみなぎる。なんじゃ？まさかこれは夢や幻覚などではなく、お主！本物なのか？なぜこんなところに。わらわの帰りが遅いと皆に心配されておったと？それでわざわざ探しに来たのか？わらわが調べておった古の書物と占いからここを割り出したと。確かに忍ぶならそれくらい朝飯前であろうな。ならば他のものはどうした？夜遅いから置いてきた。そうか。ならばよしじゃ。このような無様な姿、皆には見せられぬわ。そうじゃな。こんな外れの洞窟にいつまでもおる理由なぞないわ。しかし、夜更けにこんなところまでわらわを探しに来るとはのう。大気であったな。わらわですら小さくなっておるとはいえ、かなり苦労したのにのう。そんな場所にわざわざ。それに、指の傷は大丈夫かの？もろうとしておったので、少しばかり乱暴にすすってしもうたが。そうか。なら、もうちょっとだけ。なんての？冗談じゃよ、冗談。しかし、直接血を吸われるのは相当な負担のはずじゃ。それをこやつは。まあ、わらわの魅力をもってすれば、当然といえば当然なのじゃが。いや、それにしても、普通はここまではせぬはずじゃ。もしやこやつ、わらわのこと、結構、では、なんての、え、お、なんじゃ、心臓が早金のように、体が熱い、これは、なんじゃったんじゃ、今のは、どうした。そんな顔をして。わらわか？わらわは大丈夫じゃぞ。むしろ力が満ちて。お？戻っておる。お主に触れてもおらぬのに。いや、ちょっと待つのじゃ。喜ぶのはまだ早い。これまでもたまにあったからの。こういう時調子に乗ると、すぐに力が抜けて小さく。ならぬな。姿だけではない。力もこれまで以上にみなぎっておる。うん。これならば。来たれ！我が眷属たちよ。よいぞよいぞ。このままわらわたちを運ぶのじゃ。この程度の洞窟など一瞬で飛び出せるわ。さあ眷属たちよ、わらわたちを古城へと運ぶがよい。ついに取り戻したぞ、わらわの最盛期の力を。はっ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 。
わらわは心の広い支配者じゃ。お主からわらわに言いたいことがあるのなら、聞いてやらぬこともないぞ。ん？長く眠っている間、どうじゃ、例のものは持ってきたかな。うん、では この花を尽くし行き、まさにあの憎きニンニク料理じゃ。じゃが、わらわは試さねばならぬ。このニンニク料理を食してなお今の力を保持していられるかを。わらわを誰じゃと思うておる。伝説の吸血鬼イリア・オンスタインじゃぞ。ニンニクなぞ恐るるに足らず。ママよ、おらん。わらわは今ニンニクを克服したぞ。わらわはここに伝説の吸血鬼の完全復活を宣言する。となればやることは一つ、世界征服じゃ。ん？なんじゃその顔は。わらわに何か聞きたそうじゃな。む？具体的なビジョンが知りたいのじゃな。よかろう。まずは世を滑る支配者の復活を宣言し、民どもをひざまずかせるのじゃ。その後か。そうじゃな。あとは、知る。こやつ、わらわのことを好き、なんじゃよな。ということは、聞きたいのは祭り事ではなく、わらわとのことじゃろう。世界征服を成したわらわが忙しくなって、放っておかれはしまいか不安なのじゃな。まったく甘えん坊やな。しかも、こやつも男。思いを告げるには、自分からという意志もあるはず。ならば、そのためのお膳立てをしてやるのも、支配者たる者の度量か。身分の違いを気にするのもわからんでもない。なればこそ、こやつの思いを遂げさせてやるには、世界征服まで猶予のある今、この時を置いてはない。そのためにはまず、ロマンチックなシチュエーション。こやつのような、ちょっと鈍感なタイプは、雰囲気に乗せてやるのが寛容であろう。とはいえ、ここではギルドの面々の目があるからの。つまり必要なのは新たな城じゃな。ここではなく新たな拠点を用意するぞ。まずは下調べじゃな。行け我が眷属たちよ、わらわたちにふさわしき居城を見つけてくるのじゃ。ついに見つけたぞ。ここしかないという物件じゃ。というわけで早速内見に行くぞ。眷属たちよ、出立じゃ。ここじゃ、見事なものじゃろ。かつてはどこぞの貴族の城だったらしいが、
今は表向きは空き家ということになっておる。そう、表向きはな。今の主はほれ、あそこにおるぞ。聞けばギルド管理協会からも討伐依頼が出されとる。札付きの魔物どもらしい。聞け、我が名はイリア・オンスタイン。この城をもらい受けに参った。無論抵抗は自由じゃぞ。存分にかかってくるがよい。さて、大掃除と行こうではないか。行くぞ。なに、この程度ならば。ふん、この姿のわらわの本気を見せるまでもないの。さ、このまま行くぞ。なんじゃ、もう終わりか。たわいもない。貴様、こやつに牙を向けたこと地獄で後悔するがいい。何、礼には及ばぬ。これくらい当然のことじゃ。わらわの大切な藩、ではなくて剣。そう、剣族。大切な剣族を傷つけるのは主であるわらわを傷つけるも同義じゃからの。これで片付いたか。どうやらあちらの準備もできたようじゃな。さ、ついてくるのじゃ。我が眷属たちよ、ご苦労じゃったな。我が居城にふさわしくなったではないか。わらわの力に比例して眷属たる使い魔たちのできることもパワーアップしておるからな。これくらいの料理なら簡単に用意できるわ。ではわらわたちの前途を祝して乾杯の前に。今じゃ。ここまでの働きに免じてお主に褒美をやろう。行ってみるがよい。どんな願いでも叶えてやろう。豪華なホールでわらわと二人きり告白するには最高のシチュエーションじゃ。ん、今なんと、なんじゃっと。いや待て、これはもしやわらわの計らいに気づいておらんのではないか。別に物とかじゃなくてもいいんじゃぞ。例えばほら、わらわに何か伝えたいことなどはないのか。何でも言ってよいぞ。お主の言うことならば何でも受け取ってやろう。わらわは懐の広い主だからな。じゃからほれ。はあ、お主、わらわのことが、好きなのではないのか。ならば何故。そうじゃ、好きにも2種類ある。
わらわがディアボロスの皆に向ける親愛の情とこやつに向ける特別なもの、もしやこやつの言っているのは親愛の情の好きでわらわの好きとは違うのか。この感情は何じゃ、ショックというやつなのか。なんだか足元が急に危うくなったような感覚じゃ。じゃからわらわはこやつと親子呼ばわりされてあそこまでムキになってしまったのか。なんじゃ、特別な好きなのはわらわの方ではないか。それなのに勘違いして一人ではしゃいで空回って、じゃとしたらわらわは飛んだ動機じゃの。なんじゃ、力が抜けて、またこの姿に。なんでじゃ。大丈夫なわけあるか。お主のせいでわらわは、世界征服？この姿でできるわけがないであろうが。見てみよう、眷属たちもどんどんとただのコウモリになってゆく。とにかくお主なぞもう知らん、勝手にするがよい。もう知らんのじゃからな。お主をそばに置いておる理由か。無論わらわの力を取り戻すためだけではないぞ。皆まで言わすでないわ。以上の眷属たりうる人材は、いかんいかん、この姿じゃとどうにも弱気になってしまうの。それにしてもわらは一人ではどうにも動きづらくてかなわんな。歩いておるだけで何度迷子と間違えられてナイトメアに連れて行かれそうになったか。しかしこうして新たに眷属を探しておるわらわを見ればあやつも少しは改心して。いやいや、もう知らぬと言ったはずじゃ。なのに、なんであやつの顔が思い浮かんでくるのじゃ。少し疲れたな。なんだか眠く。なんじゃ、この光は。この店にもなかったの。ならば仕方がない、次の店へ行くぞ。幻のトマトジュースとやら何としても探し当ててみせるぞ。なんじゃ、うかぬ顔をして。わらわとの買い物が不満か。お主の予定に合わせてわらわが特別に丸一日スケジュールを空けておるのじゃぞ。光栄じゃと。
そうじゃらそうじゃら、わらわの友ができること光栄に思うがよい。なんじゃ今日のわらわは元気そうじゃと。それはそうじゃ。何せあの人、わらわは何を口走ろうとしとるんじゃ。お主と一緒じゃからなぞ、恥ずかしくて言えぬわ。幻のトマトジュースが楽しみだからに決まっておる。さ、行くぞ。はぁ、ないのう。くい、さすがは幻と言われるだけはある。なればこそ期待もできようというもの。そうじゃろ。なんじゃ、いつもならもう怒っておる頃じゃと。何を言うか、わらわのような寛大な支配者がそのようなことをしておった。はて、そっかな。今はせっかくこやつと二人きりなのじゃ、そんなことで無駄な時間を過ごしたくはないからな。なんじゃ、わらわの顔をそんなにじっくりと。これ、そんなに顔を近づけるでない。それは今日が暑いからじゃ。随分と日が照っておるからの。とにかくまだまだこれからじゃ。次の店に行くぞ。ん？何か言いたいことがあるのか？は？何を言っておるんじゃ。まだまだ幻のトマトジュースは手に入っておらぬのじゃぞ。それにここで帰ってしまうと、せっかくのわらわとお主の時間がもったいない。そう、もったいないじゃろうが。ずっと探して回った苦労が水の泡じゃ。お主はそれでよいのか。しょうがないじゃと。まさかこやつ、しょうがなくわらわに付き合っておったというのか。こんなに楽しみにしておったわらわと違って、しょうがなく。もういい、わらわ一人で探すわ。そんなに嫌なら帰るがよい。ここは公園か？すっかり迷ってしまったわ。さて、つい最近もこんなことがあったような気がするが、なんじゃったかの。ま、どうでもよいことじゃ。すべてがどうでもよくなってきたわ。幻のトマトジュースとやらも、もとよりそこまで飲みたかったわけではなかったからな。わらわはただ、あやつと、なんぞ疲れてしまった。少し休んでゆくか。それにしても助かったよ。この子がお前の知り合いでさ。ベンチに座り込んで寝てるのを見つけたときはどうしようかと思ったもん。なんじゃ、話し声で、この子誰なの。さっき商店街で一緒にいたのを見かけたときはずいぶん仲良さそうだったよね。ここはなんじゃ、暖かいで、わらわはされとるのか。しかもこやつにじゃと。親しい知人ね。お前のこういう関係ってほんと謎が多いよな。なるほどなるほど。
うむ、しばらくはこうしておるか。何やら有益な話が聞けるやもしれん。別にこうしておるのが心地よいからとかではないぞ。迷子だったみたいだけど、なんではぐれたんだ？え？買い物の途中で喧嘩？それでこんな小さい子を一人にしてたの？ひどくない？そうじゃそうじゃ、小さいは余計じゃが、もっと言ってやれ。でも気持ちはわかるぜ。女の買い物に付き合うのってなんか疲れるんだよな。はあ、あんたね、そんなだからモテないのよ。いい？一緒にお買い物っていうのはね、女の子にとっては特別なの。探したり選んだり、そうやって一緒にいる時間の方が大切なんだから。そこのところを履き違えてる人多いのよね。うん、いいぞ、もっと言ってやらんか。難しすぎだろ、女心。好きな相手とのデートだったらなおさらね。え、そうなの？この子、こいつのことを好きだったのか？なあ、好き？ちょ、何を言っておるんじゃ、こやつらは。せっかくのデート中に喧嘩なんて、ショックだったと思うよ。確かに、好きな相手にそれはきついな。だったら完全にお前が悪いよ。やめよ、それ以上言うな。何か申し開きは？え？この子が熱っぽそうだったから、それで一旦探すのをやめて休ませようと。ちょっと。だったらちゃんとそう伝えたらよかったんじゃないか。そうじゃ、ちゃんとそう言ってくれればわらわも。待って、それでどうしようと思ったの？一人でそのジュースが置いてある店を探して、後日そのお店に一緒に行こうと思ったと。なんじゃと？こやつ、そこまでのことを考えておったのか。え？それデート的にどうな？ありだわ。一人で買ってこられたら興ざめだけど、その後一緒に買いに行くのはポイント高いわよ。言うなればデートにおける下準備。気づかなければ一緒に買い物をしてただけだし、もし気づいたとしても自分のためにわざわざ何かしてくれてたっていうのは嬉しいもん。難しすぎだろ、女心。そこまで考えてたってのか、お前ってやつは。負けたわ、私君のこと見くびってたかも。バカ、不器用なやつじゃの。じゃが、しっかりと感じたぞ、あの島。まさしく、愛ね。愛、だな。愛。じゃが、そうとしか言えんやな。で、おい、その子大丈夫か？なんか真っ赤だけど、熱中症なんじゃ。ぬーいか、ね、寝ておるぞ。あらわは寝ておる。大変って大丈夫そう。私たちはもう行くから、ほら早く。え、うわ、ちょ、なんだよ急に。それじゃ、ごゆっくり。ふう、危ないところじゃった。じゃが、今起きては話を聞いておったことがバレてしまう。じゃから今はしばらくこのままこやつの腕の中で。ああ、もう見てるこっちがやきもきしちゃうわ。まあ、あんたがイリアさんのことを大切に思ってるのは分かってるんだけど、
気持ちっていうのはちゃんと伝えないとダメなんだからね。わかってる？ほんと言葉足らずなのよね。で、それはイリアさんもお互い様かしら。とにかく、起きたらあんたの気持ちをちゃんとイリアさんに伝えること。いい？イリアさんもそれを待ってるんだから、ビシッと決めてきなさいよ。じゃあ、こら、そんなにゆするでない。もう起きて、なんじゃ。お主、何をして。わらわを探しに来て一緒に寝てしまったじゃと。確かに急に眠くなって夢を見ておったが、それでわざわざ何しに来よったんじゃ。わらわは忙しいんじゃ。誤解？ふん、何のことじゃ。お主はわらわのことなぞ何とも思っとらんのじゃろ。その証拠に褒美もいらんと。何？褒美が欲しくて一緒にいるわけじゃない。だからさっきからそう言って。ん？そんなにまっすぐわらわの目を見て、なんじゃ。それはつまり褒美がなくてもわらわのそばに使いたいということか。ならばこやつはやはりわらわのこと。うん、じゃあ体が熱い。戻った。体と力が戻ったぞ。わらわ完全復活じゃ。まったく。お主は本当に言葉が足りんの。じゃが、わらわは寛大なる支配者。これに免じ、こたびのことは許そうぞ。なんじゃ、まだわからんか。お主がわらわのそばに仕えることを許すと言うておるのじゃ。行くぞ。心してついてくるがよい。しかし何故、わらわの力は戻ったのじゃ。わからんが、ま、よいか。わらわはこれまでお主に頼らずともかつての力を発揮する方法を探しておった。失ってしもうたわらわの本当の力を取り戻すことこそがわらわの目的のために必要じゃと思っておったのじゃが、どうやら違うようじゃな。お主と共にある今のわらわなら、かつての最盛期を超える力を得られる気がするのじゃ。これからもよろしく頼むぞ。わらわの最高の眷属よ。
そろそろ本格的に世界征服の準備を始めるとしようか。じゃあその前にやり残したことを済ませておかねばな。あの時の続き、あやつとのロマンティックなディナーは、あやつの気持ちはよくわかったからな。なればこそ今度こそいい雰囲気にして、わらわの気持ちも伝えてやらねばなるまい。そうと決まれば。なんじゃ、どうした眷属たち、お主らも準備が待ち遠しいのか。何、招かれざる客じゃと。そこか。なんだこの圧倒的な魔力は。間違いない、こいつが伝説の吸血鬼だ。なんじゃお主らは、わらわの城に土足で入り込んでくるとは、いい度胸じゃな。俺たちはヴァンパイアハンター、伝説の吸血鬼、お前を召しに来た。わらわは今忙しくてな、大事の前の障子、貴様らのような小物を相手にする暇はないのじゃ。今なら見逃してやる、とっとと失せるがよい。はい、そうですか、なんて言えるかよ。こっちも大枚はたいて準備してきてるんだ、覚悟しろ。ほう、これは結界か。面白い。これでも食らえ。なんじゃ遅いな、あくびが出るわ。避けられただと。これは銀の弾丸に白木のクイック。面白い、面白いぞ。どうやら本気でわらわを滅する気のようじゃな。最初からそう言っている。貴様に逃げ場なぞない。誰が逃げるじゃと。この伝説の吸血鬼イリア・オンスタイン、逃げも隠れもせんわ。とは言うたものの、力は戻ったとはいえなかなかに難儀じゃの。こやつらはかなりの手だれ。襲われたのがギルドの皆のおらぬ場所でよかったわ。くそ、これだけやっても仕留めきれないとは。ふっ、わらわを討ち取りたく、この数十倍は連れてくるのじゃな。この化け物め。おい見てくれ、さっき別の部屋を探索中に人間を見つけたんだが。人間じゃと、まさか。こら、暴れるなって言ってるだろうが。お主、なぜここにおる。なんでそいつそんなにボロボロなんだ。まさかこの吸血鬼にやられたのか。いや違う、こいつ保護してやろうとしたのに暴れやがるからつい。なるほど、吸血鬼の眷属にされているようだな。痛い目に合わせても抵抗しやがるんだ。
チャームの魔力で操られているんだろう。そうじゃ、わらわはそのようなことをしておらぬ。いいから目を覚ませ。こいつまだ暴れやがる。このよほど強力なチャームと見える。哀れな。しっかりと捕まえておけ。何をするかわからんぞ。わかった。このおとなしくしていろ。話せ。なんだ。そやつを話せと言っておる。け、自分でチャームしておきながらしらしらしいことを。こうなってはもう助かるまい。せめて人思いに首を。貴様ら、もう我慢ならん。お主のすべてわらわに託す覚悟はあるか。いい返事じゃ。ならば来い。なんという力のほとばしり。じゃが、なんとしても制してみせようぞ。わらわを信じてくれたあやつのためにも、この力を一点にまとめ上げ。な、何を。放つ。なんだと。一撃で暴走してしまうかとも思ったが、力は完全に制御できておるな。ま、反動で城は吹き飛んでしもうたが、ふむ、この姿でこやつの力を受け取ったのは初めてじゃが、大したものじゃ。最盛期のわらわほどの魔力はあるやもしれぬ。さっきまでとは比べ物にならない魔力じゃないか。だが何としても打ち倒せ。ヴァンパイアハンターの誇りにかけて。うん、その蛮勇に免じて伝説の吸血鬼の本気を少しだけ見せてやろう。刮目して味わうがよい。見よ、今宵の月もまるで血を欲しておるようじゃ。化け物め。その化け物に立てついた愚かさ、後悔してももう遅いぞ。そうさな、お主らが勘違いしておるチャームの魔力、身をもって味わうがよい。はっ！体が動かない！心が恐怖で満たされているのに。なんでだよ、目がそらせねえ。イフと恐怖で心と体を縛る、これこそ伝説の吸血鬼たるわらわのチャームの魔力じゃ。こんなの俺の知るチャームじゃない。己に恋させるなどと言った甘いものだけではないのじゃ。勉強になったかな。俺たちが知っている吸血鬼と全くの別次元。待てよ。それじゃあどうしてあの眷属はお前に尽くしてるんだ。知れたことよ、わらわの人徳じゃ。そんなバカなことが。待ってくれ、俺たちはどうなるんだよ。
決まっておる。わらわの寵愛する者を傷つけた罰、その身をもって思い知れ。無駄だ。そんなことをしても第二第三のヴァンパイアハンターが目撃者の一人もおらねば、それも不可能じゃろう。わらわがこの場にいる者を逃がすような手ぬるい真似をするとでも？安心して恐怖に身と心を委ねよ。くそ、こんなところで終わってたまるか。我がチャームの魔力に抗うか。大したものじゃな。ならばその魂深くに刻んでやろう。世を滑る者たるわらわの伝説の吸血鬼の恐怖を。目が覚めたかな？わがしろじゃ、いつものな。待て待て、そう焦って立ち上がろうとするでない。しばらくは我が膝の上で休んであれ。さあさあの、何から話せばよいか。お主の力を受け最大限まで高まった我が魔力を全力で放ったはよいが、あの白髪が都会してしまってな。ヴァンパイアハンターでもか？懲らしめついでに、ここ数日の記憶を吹き飛ばしてやったわ。今頃は何もわからずに目を覚ましておるであら。言うたであら？目撃者の一人も残さんと。わらわの真の力を使えば、これくらいたやすいものよ。この姿か？まあ、ちょっとばかし、調子に乗って力を使いすぎたか。お主を連れて、転移魔法を使ったところで、またしても縮んでしもうたわ。何を言うか、お主はよくやってくれたであろう？それに、眷属を守るのは、主であるわらわの仕事じゃ。わらわとて、お主と同じじゃ。守ってほしくて一緒にいるわけではない。ただ、お主がそばにいてくれるだけでよいのじゃ。ん？これはもしや、いい雰囲気というやつではないか？今なら素直に言えるやもしれん。わらわは、お主のこと、まだダメじゃ。こんな小さな姿で告白なぞできん。その大切な眷属じゃと思っておるぞ。わかっておるな。コインも世界征服も、まずは本来の姿を完全に取り戻してからじゃ。あ主の血も心も主であるわらわのもの。これからもよく使えるがいい。その、よっこ？そうかそうか。そうであろう。さすがのわらわじゃな。これからも励むがよいぞ。わらわの世界征服のために。